マイナスじゃん。ブブルとかあるんだ。俺が落とされたんだ。ナイフか。パイプじゃない。これもね、今回ちょっとベストバウトの可能性ありますね。俺、こうしますわ。ボンちゃん負ける気がしてる。なんでかっていうと、竹内ジョンの玉よけ、うますぎるんですよ。あの、サガット戦もそう、じゃあガイル戦もそうなんですけど、梅原戦で見たじゃん。あいつ、玉を読むのうまいんですよね。もう無理っていうコパン、あの、玉を多分やっちゃって、中間距離。ここでやっちゃって、結構その V スキルから避けられて結構やられるっていうパターンが結構ありえそうな気がする。でもそれを待ってて、ボンちゃんもね、手出してないんだよね。これ、ボンちゃんがショルる可能性もあるなぁ。むずい、これむずいなぁ。マジでいい試合ですよ。今回、ボンちゃんと竹内もめちゃくちゃいい試合じゃないですか。でも、ボンちゃんの仕上がりぐらい、いや、仕上がりぐらいやばかったもんなぁ。こうかなぁ。これむずいなぁ。マジでむずいぞ、これ。3-2ボンかなぁ。いや、もうこれむずいなぁ。さあ、僕何、11分の10ですか。セリザ師匠、ありがとう。さあ行くよ。ボンちゃん下がった竹内ジョンコで。さあこれ本当にいい勝負だからね。これマジでこれだけはマジわからん。 99% 当たるけどね。当たるけど 99% マジでわからん。これマジでいい勝負だと思う。それボンちゃんの我慢だね。弾に対して V スキルで避けて、あれ読みなんだけど見てから難しいんだけど、それをちゃんと離れる距離で考えながらやって、でボンちゃん我慢できるんだ。弾打たなくてもいいんだ。で嫌がらせして、で避けれるとこで打つんだよね。避けても届かないとこで、で近かったらもうちょっと踏み込んでね。そう、中段うまいね。うまい、マジでうまい。確定、うわだから確定だったから今ちゃんと V トリガーフォローしたね。めんどくせえな、ナイフめんどくせえこいつ。おいおいおい、ファイナルファイトかてめえ。だからもう V トリガー終わる。もう一回、絶対もう一回いけるからね。うまい、これね、これ狙ってんだよね。これ悪い、うわっ、これ狙ってる、うまい。頭の速い、反応速いな、こいつら。うまい、うわー、確認しちゃう。うまいね、先置き。うまいね。いい感じ。弾を、基本的に弾を打つと V スキルをやると避けれる位置があって、その位置よりも深くいくと先に置かなきゃいけなくてかなりきつくいと。でそれも下がると弾避けたとしても台足が空振るんだよね。その位置にボンちゃんは下がったら ソニックを打つし、あショットを打つし、あえて近づいてショットも打つし、あとショットも打つし、でそれよりも近づいて立ち受けで嫌がらせね。こういう感じ、そういう読み合いです。で、あまりにも歩いてくるんだったら立ち台パンとか中足とか置いてショットとかで、そこの読み合いで、竹内ジョンはそこを読み合っていく、距離をずらしながらバレないように。距離調整がうますぎる、マジで。あー投げたね、飛んだね。あー投げた、これジョン来るぞ、強引に来るぞ。あー終わった、うまいな。で端まで行くと死ぬんだけど、いい EX ソングだね。うまいね。で、で近場のショットを嫌がって先にコーディも置くんだけど、それに対して差し替えしたり、そしたら作者して、うん、これうまいな。あこれコーディで画面反射だけ、その距離調整ができないんで画面反射だけかなりきついです。これ早く抜けなきゃダメ。 EX ソング待ってると思う。 EX ソング来たら V リバーだ絶対。うわ相手がブリバシみたいな。うわ投げる、この白ゲージ、うわきつい、長い。あえいや今立ち受けからシエミスった。うわうわこれ強い。いやこの距離の詰め方がうまいね。でそこで被弾せずに画面端まで到達できたら多分ジョンが勝って、でそれをさせないようにボンが距離調整しながらショットと立ち台パンと立ち中キックと中足と
で、差し返しと。で、たまに EX ショットでダウン取って画面端に持っていく。で、画面端行ったとしても一応 V リバがまだあるんで、そこの使い方ですね。うまい。先に V スキル置いてるもんね。だから、ジョンもリスク取ってるのね。先に V、近づいて、V スキルだけ振ってやるときあるね。で、近づけるか、あ、動く、投げ重なってる、ちゃんと。いいよ。さあ、攻める。これ、端はさすがにね。後ろ投げは絶対ダメ。後ろ投げは絶対ダメ。あ、うまいね。確定したらこれはダメ。あ、いいね。あ、確定しないのか。いいね。うわー、うまい。ある、端まで行っちゃうと死ぬ。ウィルはいいね。うわー、やばい、投げて死ぬ。ちょ、なんだ今の、なんで死な。うわー、うまい。あー、緊張した、今のマジで緊張した。ボンナイス、弾力だね、あれがね。いい、今中足のから踏み込み。うわー、立ち受けは当たってダメ。立ち受け、うわー、こいつうまいな、技の振りが。痛い。あージョン、ゲージ溜めてるね。さあ投げ、いい、あるぞ、あるぞ、そのゴキ攻め。さあさあ、スパコン入れば、あー、これが入れば、いいよ、橋がある、あるぞ、うまい、ね、待ってたね。で、削り、ジョンは削りもあるぞ。ああ、そうだ、削らせる、うん、そうだね。まあいいでしょう、削られるのはまあいいでしょう。仕事はしたゲージを貯めさせて使わせた、かなり仕事した。このゲージさんはなんとか、まず、ああ、でもこれ、いやいや、逆に行きちゃったな。これ走っちゃった。まずい。これうますぎる、バックステ見てる。マジか、こいつ。ジョン、やばい。ナイス、暴れ。おい、ナイス。いいターン入った。ナイフ来た。うわー、来た。さあどうする、使って、やべえ、来たね。いや、よくしのいだわ、マジで。よくしのいだよ。ベストバウザー、これやっぱ。な、俺言ってたよな。これベストバウザーになるぞ、つって。ベストバウザーだな、これは。言ってたよな、俺な。やる前からベストバウザーになるっつってたよな。そこまで読めるんすわ、俺は。うまい。あれプラス5ね。タイガー2の後プラス5ね。あー、やっちゃった。ほんと調子こいた。ああいうのいらねえっていうタイプだろ。梅原が大差し返すのにいらねえだろうとか言ってただろ。無理すんな。
ナイス。いいね、嫌がらせがいいね、来てる。嫌がらせが来てるね。EX ゾンクも見てるよっつって、いいね。もう投げででボ、ジョンは投げないと勝てない。ジョンは投げないと勝てない。あ、ジョンは投げないと、うまい、うまい、うまい、いいね。いいね。いいよ。てか、ショットがうますぎる。もうここで打ちたいでしょっつって、ジョンも読みでさ、V スキル置いてんだけど、そこで打たねえんだよな。いや、でも今回打ってんな。ちょっと調子悪いな。うわー、どっちかわかんねえ。待ちもあるから、うわうまい、それも2位もいいね。 V リバ使わない、あそこで V シュート、いいね、頑張れ。うわいい、歩いて、いいね、いいね。白ゲージ投げて、はい、おいしい。あ、やりすぎはダメだね。ナイフ終わった、いいよ、だいぶ楽。ただ投げて、で EX ソンクか中継ちょっと減らされて投げられて、中継スパコンが EX 買ったね、もう時間ないから。さあ来るぞ、ゾンク来るぞ。竹内さん、ナイス投げるー、うにーれ、これがボンですよ。だから俺はボンが勝つって言ったんです。地上のやっぱり経験、ここですね。ジョンのこのかなりうまいさばきながらの攻めに対して、ボンちゃん行っちゃうから。これあえて言ってますからね。あの行かなくていいんですけど、あえて言ってるのは、あれ行くと、うーわって来るんですね。あそこで踏み込み投げされると、うーわってなるんですよ。次からもう置きたくなるんで、そうすると、置きたくなると、通常技をね、差し返されやすくいいんで、それを誘ってます。あと、プラスショットを食らいやすいです。うわー、飛んだな、だ。前飛びしたら。やばい、これはやばい。グラップを食らいやすい。いい体育。中足隠す。あー、うまい。あ、ゾンクもっと打ちたいんだけど、ショットがあるからゾンク打ちづらいんだよね。 EX ゾンクって別にアーマーないから、 EX ゲージがなくなっちゃうからもったいないんだよね。うまい、サンス下げたい。うまいね。うわ、うまいわマジで。竹内が、竹内でタイガーを打たないとあいつもね、V スキルやってくれないんでね。危険球も結構打ってますからね。あ、飛びはないんですけど、うまいね竹内。竹内うまい、うまい、よく、あぶれ、死ね、やばいよ、立ち受け C で、立ち受け C で死ぬよ。立ち受けやってくんね。立ち受けやりたがってるから、やらせない、やらせない、立ち受けやらせない。あ、終わった。あー、いい勝負だね。いい勝負だね、これもう、これ本当にいい勝負。わかんないでしょ、これわかんないよ、どっち勝つのか。マジでいい勝負、お互い一進一退です。シーソーゲーム、さあ頑張れボン。まあお互いの手札はもう分かったんで、とにかく自分に忠実に当てるしかない。ジョンの気まぐれの V スキルに食らわないように。ジョンもうまいよね、歩いていくからね。弾打たねえんだったら行くぞっつって、これ押されすぎ、押されすぎ、押されすぎ、大丈夫か、押されすぎか、もうちょっと被弾したい、もうちょっと被弾させたい。 せめて到達時点に半分はなりたい。これまずい。おー、マイスでいった、強引に。大吉いいね、確定、痛い。あ、届いちゃった。あれだ、上だったら届かないんだよね、下だったら届いちゃうんだよね。
わうまい。はい、ターンパナス。うますぎる。投げ、はい。ブリブリやるしかないね。うわ。よくゲラ、うわ、ナイス。これ勝ったら絶対ボンカツ。流れ変わってるんで。打たないと勝てないからね。苦しいけど。いやーきちいよ。やばい。これ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 やばいぞ。頑張れボンちゃん。ボンちゃんが前で出したね。大丈夫か。チェンジオペース。おお、お互い手出せない。うわあ、それくらいの痛い。よっしゃー。うわー。いやー、それいらんこと食らった。いいよ。そこ投げ欲しいな。投げ欲しいな。それ投げが欲しい。投げで後ろに投げたら最高なんだけど。よ。うわきしい。ナイスガード。うわーナイス。ナイス。抜けるんだよ、いけー。いや端に入るのが早すぎるよ。ジョンの圧力が、ジョンも勝ち上がってる。いいよ、ジョンも勝ち上がってる。逆に起きが当たるぞ、起きが当たるぞ、起きが当たる。ジョンがかなり前に来てるから。うわー、ダメだね。行くぞんか、行くぞ、弾が来たら。ああ、うん、ナイス、ぶっ殺した。ああ、オッケー、絶好パン。撃つなよ、待ってるぞ、まだ。絶対や投げ、やばい、中継が溜まった。ああ、これはいい勝負だったな。これはいい勝負だったか。これはすげえぞ。ジョンがうめえわ。あそこで2回投げたのがジョンの強さだな。食らえないでしょ、ボンさんつって。中継食らえないよね。中継食らえないよね、ボンさん。しかも昇竜ガードして死ぬとかもありえないよね、ボンさん。投げさせていただきます、ボンさん。いや、なかなかの仕掛けだったね。動けないよね、ボンさん。いやー、これはもういいよ、もう好きにしろ。あんないい試合をしてくれたんだ、好きにしろ。ひと思いにやれ、お前ら。めっちゃいい試合だったな。マジでおもろかったな。いや、もういいよ。ああ、もう受けるわ。かなり良かったね。ジョンはね、相手の気持ち、受け手の気持ちだよね。ここ勝利からさったら終わりですよ。で、最後の選択肢それ出せますか、オールインできるんですかっていうのを読んで、できませんよね。でも中継食らったら死にますよ。スパコンですよ。無理ですよね。無理ですよね。だから投げ、投げ。で、EX ソング3回。ああ、完璧な組み合わせ。てかね、序盤、
開始3ラウンド目の序盤にちょっと前押されすぎた。さすがにジョンの地上戦が勝ってて押されすぎたね。いや、左端が住所とか言ってたけど、住所に行くまでに半分体力減らさないと、さすがにきつい。まくるのは。梅原の戦いがそれだよね。画面端持ってかれるんだけど、その間に半分消し、相手を消してるから、自分が画面端で、いざ V トリガー発動した時、その半分消し飛ばせば勝てるっていう戦い方だね、梅原は。さすがにフルマックスを跳ね逃すのは、かなりきつかったね。まあ、ジョンが上手かった。弾打てないっすよね、つって、ずかずか歩いて、中盤中盤ってガンガン刺してきたから。で、立ち台キック、ちょっとやったんだけど、そのリスクが高かったね。それが結構画面端、その、立ち台キック空振りからの中パンチ刺されたとかね、結構あったからね。そこだったね、マジで。マジでそこだったね。俺的には、はい。キチパザンギ当たった。藤村中にまた当たった。フードポイズン、柳井当たった。ボンチャンカリン当たった。まあ、2個だけミスった？ 12 分の 2?12 分の10か。何パーセントだ ?83% か。まあ、長い目でいくと、これがずーっと続くと99になるな。うん。これがずーっと続けば、今日単発のこの上、下振れで見られてるから、俺は。下振れでね。下振れの範囲で見られてるから、あれだけど、これが20年積み重ねると、これ99%になるからね。ずーっと。だから下振れだから。上振れもあるし。通常が99だから。通常がね。上振れもあるから。上振れもあるから、だから問題ない。全然。いや、これが続いたら、それ80%だ。それは分かっとるわ、それ。それは分かっとるわ、さ。ね。